まずはベトナムから行きましょう。まあ、理由は僕が初めてできた東南アジア出身の友達がベトナムの子だからです。ベトナムは本当にすごい歴史を持っていて、見方を変えればベトナムと日本は兄弟だということもできます。なぜなら両方とも中国文明の影響をたくさん受けながらも、長い間中国に対して反旗を翻してきたからです。日本は漢字から独自のカナやカタカナを作りましたが、ベトナムもチノムという独自の文字を作っていました。さらに元寇の時に日本とベトナムが中国軍の攻撃を乗り切ったというのも共通しています。ベトナムは陸続きということもあって、中国と何度も戦って、そのために英雄が生まれています。ということで、ベトナムと中国はあまり仲がいいとは言えません。で、そんなベトナムと日本が最初に関わるのがドンズー運動です。当時のベトナムはフランスの植民地に転落していましたが、日露戦争の勝利がベトナムをも勇気づけたので、ベトナムから留学生が送られるようになったんです。でもフランスがそれを送り返すように日本に行って、日本もそれに従ってしまいます。これは当時のベトナム人に不信感を抱かせました。さらに1940年に英米が蒋介石に援助物資を送る援商ルートを遮断するために、日本軍はベトナムへ北部仏印進駐を行っていきます。これは当時すでにフランスがナチス寄りのビシー政権に変わっていたため、平和的に進駐が行われたので、フランスと日本の共同統治みたいになりました。で、さらに石油が欲しかった日本軍はシンガポールを落とすために南部仏印進駐を行い、アメリカの逆鱗に触れることになります。この仏印というのは今のベトナム、カンボジア、ラオスあたりを含みます。ちなみにアメリカがここで石油禁止をした目的の一つは、こうすれば日本軍がどんどん東南アジアを攻めて戦争のチャンスが来るかもしれないからだという見方もあります。で、そんな中で戦争の末期には日本の単独統治に代わって米軍の上陸に備えます。この時に日本軍が制海権を失ったことで、南部の米を北部に送れなくなり、北部で深刻な大飢饉が発生して、推定では40万人から200万人が命を落としたと言われています。人を守るには強さが必要であるということの典型で、日本軍が敗走して占領地に悪影響を与えるというケースは頻発していきます。ということで、ベトナムではこれも苦々しい記憶になっています。そんなベトナムの植民地時代からベトナム戦争までをずっと指導していた正真正銘の独立の父がホーチミンですが、ベトナムにとってはさらにフランスとアメリカと戦争することになったので、壮絶な歴史だったわけです。最後にベトナムの矜持が垣間見える話を紹介しましょう。後にベトナムはフランスと戦い、アメリカとベトナム戦争を戦うことでようやく独立を勝ち取ります。で、このベトナム戦争の時に韓国が軍を出したんですが、この時に韓国軍が現地の女性との間にライダイハンと呼ばれる子供を作ったんです。で、これについてベトナムは、ライダイハンは悲しいことだが、歴史の一コマに過ぎないから謝罪も求めない。それにそっとしておくことが被害者の女性にとって一番良いことだという姿勢を基本的には貫いているんです。これは日本と朝鮮の慰安婦問題とは対照的で、実態には細かい違いもありますが、中国から自力で独立を勝ち取った民族の誇りが垣間見えます。次にタイについてもお話しします。僕は唯一タイの大使館に行ったことがあるんで、タイについてはすごく親近感があります。あの戦争におけるタイの振る舞いを見ると、タイはかなり外交がうまいと言えます。植民地分割時代にもタイは東南アジアで唯一独立を勝ち取りました。干渉地帯だったってのもありますが、やはり外交手腕がなければ植民地にされてバラバラにされた可能性が高いんですよ。で、この時の王はラーマ4世からラーマ5世で、ラーマ5世の治世はほぼ明治天皇と同時期です。では戦時のタイはどんな感じだったかというと、詳細に見ていけばどうやら日本軍をうまく利用していたように見えます。当時の首相は米英を敵に回すのは危ない、でも日本も軍事的に脅威だということで様子見をしていたんですが、日本軍の初期の快進撃を見て、イギリスやフランスに不当に奪われた領土を取り返そうということで、日本側について英米に宣戦布告したわけです。で、以上の経緯から1943年あたりに日本が劣勢になってくると、タイもちょっと離反する動きを見せるわけです。後に東条がミャンマーの領土を上げるから日本に協力してくれと言った時も、後でイギリスに報告されるのを恐れて拒否しています。巧みな外交と冷静な国際情勢を見つめる目があると言えますね。こういう理由から日本が開いた大東亜会議にも首相ではなく王族が参加するわけです。ここで大東亜会議に触れておきます。1943年に大東亜共栄圏の国々が参加した会議なんですが、フィリピンのホセ・ラウレル、ビルマのバーモー、満州国の張慶慶、中華民国南京政府の王朝明、タイのワンワイタヤーコーン親王、自由インドカリ政府のチャンドラボース、そして東条英機なんかが参加しました。この会議は世界史上初めて有色人種だけで行われた会議で、かなり和やかな雰囲気だったという解雇もあるくらいでした。一方でインドネシアのスカルノやベトナム、マレーシア、台湾、朝鮮が招かれないなどの問題点もありましたが、何はともあれ欧米宗主国から独立したリーダーが一堂に会したという感じで、ここで大東亜共同宣言というのも出されました。とはいえ、この後の日本の行動を見ると、少なくともしばらくは日本が欧米の代わりに支配をするという意図を持っていたことが伺えるということも知っておきましょう。で、最後にタイは敗戦の時のリスクヘッジまでちゃんと行っていました。実は宣戦布告の署名に摂政は参加しておらず、日本が敗戦すると同時にこの宣戦布告は無効だと言い始めたんです。どうでしょうか、日本の外交もタイに見習うところが多分にあるのではないかと僕は思います。ということで最後に対面鉄道についてお話ししましょう。これは日本軍が15ヶ月かけて作った鉄道なんですが、フランス人作家ピエール・ブールの戦場にかける橋という映画で、日本軍がアジア人や欧米人捕虜を酷使したり虐待して対面鉄道を完成させたというイメージが定着しました。これによって日本人1000人、アジア人労働者3万人、捕虜1万2000人が犠牲になったと推定されています。
こうしたことで死の鉄道と呼ばれることもあったそうです。これについてプラソンという元外相は、私は破格の給料をもらって働きました。タイ人労働者はみんなそうでしたよ。仕事があると聞いてやってきたマレー人の中にはひどい目に遭った人もいました。でも酷使というより病気で死んだのです。と語りました。次にミャンマー、つまりビルマについて見ていきましょう。ビルマと日本の関係はアウンさんと鈴木刑事から始まりました。当時ビルマでは反英闘争が激しくなっており、日本はそこで学生リーダーだったアウンさんに目をつけて、ビルマの独立を支援する方向で動いていきます。そこでアウンさんに同志を30人集めさせて、こっそり出国させて、海南島で教育していったんです。この30人を30人の志士って言うんですが、後ほど軍事政権のトップになるネビンもいました。で、そんな背景があって、日本軍がビルマに進軍した時も、アウンさんらはビルマ独立義勇軍を組織して協力してくれたわけです。で、バモを主犯とするビルマ国が作られて、アウンさんも国防省に任じられたんですね。で、ビルマ占領はそもそも援助ルートを遮断するために行ったわけですが、占領後にもインドの方面を通してまだまだ援助物資が哨戒席に送られていました。そんな中でこの援助ルートを断つために行われたのがインパール作戦でした。で、この時にビルマ方面を任されていた牟田口蓮也という人は、いやいや援助ルートを断つとかじゃなくてインドのインパールにまで行こうぜと言ってたわけですが、これはかなり無謀なんです。この辺りはただでさえ山がちで、雨季には雨がめちゃくちゃ降って進軍すらままならないし、病気なんかもあるわけです。でも政府はインドをイギリスから解放させたい。じゃないと大東亜共栄圏の理念が空想になってしまうと考えていたという事情もあって、この牟田口の考えに賛同的でした。そこで家畜を連れていくという作戦で実際にインパール近くにまで前線を進めるんですが、家畜は途中で倒れたりチリチリになってしまい、兵士の元には食料がない状態になってしまったんですね。さらには指揮官が上の命令に従わなかったことで次々に更迭されて、前線はますます混乱していきました。で、作戦開始4ヶ月で作戦中止がようやく言い渡されました。でもこの時には伝染病や飢餓で撤退すらままならない状況で、日本軍の撤退路には白骨がずらっと並んでいたそうです。このインパール作戦の大きな問題点としてよく語られるのが、功績が大好きな牟田口の性格です。本当はもっと小規模な作戦になる予定でしたが、大きな功績を得てそれを語りたい牟田口が無理やり5万人規模の作戦にしてしまったわけですね。この功名心のせいで撤退も遅れてしまったんです。ちなみにこの功名心の原因の一つとされているのが、彼が行動派だったことです。226事件で統制派が主流となったって話はありましたが、これによって牟田口は隅に追いやられて不満を貯めていたわけですね。ここで少しさっき登場した大東亜共栄圏について触れておきます。第1次近衛内閣の時に東亜新秩序という言葉が出てきたんですが、第2次近衛内閣はそれをさらに拡大した大東亜共栄圏という政治構想を打ち出しました。日本側目線で内容を簡単に言えば、日本を名手とする経済圏を東亜、つまり東アジアに打ち立てよう、そのために欧米帝国主義から解放するよっていう感じです。ただ日本が敗戦したことや実態の細かい調査を踏まえた上で、この大東亜共栄圏に対しては様々な意見があります。例えば肯定的な評価としては、冒頭でも紹介したアーノルド・トインビーの主張があります。第二次世界大戦において日本人は日本のためというよりも、むしろ戦争によって利益を得た国々のために偉大なる歴史を残したと言わねばならない。その国々とは日本の掲げた短命な理想であった大東亜共栄圏に含まれていた国々である。日本人が歴史上に残した業績の意義は、西洋人以外の人類の面前においてアジアとアフリカを支配してきた西洋人が過去200年の間に考えられていたような腐敗の半身でないことを明らかに示した点にある。逆に否定的な主張もいろいろとあります。例えば日本が植民地支配を目指したものに過ぎなかったよねというものとか、日本が恣意的にアジアのリーダーを選んでたからむしろ独立から遠かったんじゃないかとか、大日本帝国を頂点に据えた支配の構造を組み上げようとしてただけなんじゃないのかみたいなものがあります。独立にどれだけ貢献したのかについても意見がいろいろと分かれてて、日本がいなかったら欧米からの独立がもっと遅れていただろうという見方もあります。で、大東亜共栄圏という構想の中でしきりに唱えられたスローガンとして、八荒一憂というものがあります。意味は全世界を一つの家のようにすることというもので、日本書紀に登場する言葉ですが、これもまたいろいろと物議を醸している言葉と言えます。この言葉はもともとは道徳的な表現として田中智学という人が作ったとされてるんですが、田中本人は当時からあの戦争を批判していたので、彼が想定したような言葉の用いられ方ではなかったと考えられます。八荒一憂への主な見方は、この言葉は日本の侵略的な意図を隠すためのものだというものと、この言葉は戦争ではなく普遍的な人類愛のようなものを説く言葉なんだというものに大きく分かれています。実例として迫害されたユダヤ人やポーランド人を助けることに貢献したのだという主張もあります。いずれにしても歴史って難しいですね。ちょっと視点を変えて、このインパール作戦あたりをインドと絡めてお話ししておきます。当時のインドではガンディが非暴力非服従運動を展開していたんですが、チャンドラボースという人は、それではダメだ、力ずくで独立を勝ち取らないといけないと考えます。で、第二次世界大戦が始まると、ボースはナチスと手を組みに行きます。これは彼がナチスに共感していたわけではなく、彼がインド独立のためなら手段を選ばない情熱的な人だったことを示唆しています。でもナチスは当然拒否するわけで、そんなボースに目をつけたのが日本でした。
東条英機もボースとの会見でボースの人柄に強く惹かれて、彼の運動を全面的に応援することを決めます。さらにボースがインド国民軍のリーダーになると、ますますインドの自由と独立をつかむという熱意を強めて、日本軍と一緒にインドに進軍することを考えるようになっていきます。そして、もしインドに進軍することがあれば、日本軍よりも先にインド国民軍に進軍させてほしいと懇願したんです。そんなチャンドラボースは、あの大東亜会議でも演説をして人々を感動させました。まあそんなインド国民軍も6000人以上が参加したのがインパール作戦だったんですね。結果は先ほどお話しした通り悲惨なものだったんですが、ボースはここで軍事的には負けても政治的に思想的には正当であるということを訴え続けてこう語りました。この敗戦にあってなお、日本軍と肩を組み提携を続けることに疑問を持つ向きもあるだろう。しかし今日本軍を裏切れば、我々は景気のいい時だけ日本軍と手を組んだというそしりを受ける。これはタイの日本との関わり方とは対照的ですが、どちらもそれぞれが本気で自分の国を守るために行った行動であって、僕がどうこう言えることは何もありません。そして日本が敗戦した後も、彼はイギリスからの独立をつかむためにソ連を目指すんですが、その途中の飛行機で事故になり、火種になって亡くなったと言われています。彼の死を信じていない方もいるようですが、それはさておき、チャンドラボースはインドを救った大英雄の一人であると僕は思います。ちなみにチャンドラボースはベンガル生まれなので、正確に言えばベンガル人で、国はインドというよりバングラデシュです。今はバラバラになってしまいましたが、インドのために文字通り命を懸けて戦ったチャンドラボースは、インドでもバングラデシュでも尊敬を集めているに違いありません。さて、ビルマに話を戻します。インパール作戦が失敗して、日本軍が劣勢に立たされていると、アウンさんは日本を裏切り、反日運動を展開するようになります。これまた日本人としては悲しいですが、ビルマのためには正しい判断だと思います。で、日本が敗戦した後、イギリスは独立させるつもりはなかったようなんですが、世界情勢を見るに植民地を持ち続けるのは得策ではないと考えて独立を認めるわけです。実はミャンマーは比較的日本と仲の良い国として知られていて、インパール作戦の時もボロボロになった日本軍に優しくお粥を分けてくれたビルマの農民がたくさんいて、さらに戦後にはビルマにある日本人の墓が綺麗に維持されていたようです。で、後々ミャンマーで軍事政権ができて国際的に孤立した時も、日本はこっそりミャンマーに支援を続けていきました。あともう一つ、アウンさんは日本を裏切りはしたものの、イギリスが鈴木刑事を戦争犯罪人として処罰しようとすると、これに激しく抗議して、鈴木は処罰を免れました。まあ、以上のような話は日本人としてしっかりと知っておく必要があると思います。次にマレーシアとシンガポールについて見ていきます。マレーシアとシンガポールの最大の特徴は華僑が多いこと、そして経済政治的に強い影響力を持っていた華僑に不満を持っていたマレー人が多かったという構図です。こういう状況があったからこそ、日本はマレー作戦でマレー人の農民から支援を受けながら、あれよあれよという間にマレー半島を占領して、さらにはシンガポールもとうとう陥落させます。このシンガポール占領の初期で起こったのが、日本軍による数千人の華僑の虐殺です。その主な理由としては、蒋介石を応援しているんじゃないかと疑われたということなんですが、さらにはマレー系住民からも迫害されたので、華僑たちは森の中に隠れて怯えながら暮らしたといいます。そういう意味では、最初はマレー系住民にとって日本軍は解放軍のように映ったわけですが、石油が出るために決して独立させようとしなかったことなどが原因で、少しずつ不信感を抱くようになります。しかし、このマレー系住民の不信感と華僑の恐怖心は全く別物だし、戦後を見てみるとマハティールがルックイーストで日本を見本にするなど、必ずしも悪い印象を抱いているというわけではないようです。しかし、こういったことはしっかりと知っておくべきでしょう。次はフィリピンを見ていきましょう。フィリピンは当時アメリカの植民地だったわけですが、憲法やら議会やらがちょっとできており、言ってしまえばアメリカの自治州みたいな感じでした。で、日本軍からするとフィリピンの米軍はいてほしくないので、当然攻撃を加えていったんですが、この時に米軍が激しく抵抗しました。特に有名なのがバタン半島の戦いで、先端にコルヒドル島というのがあるんですが、米軍たちはここまで逃げ込み、激しく抵抗してくるわけです。この時の米軍の司令官はマッカーサーでした。でも負ける直前にマッカーサーは司令官なのに、私は必ず戻ってくると捨て台詞を吐いて一人でさーっと逃げ出していったんです。こうして米軍捕虜が大量に発生するわけですが、日本軍はこんなに捕虜が出るとは思っておらず、彼らと一緒にサンフェルナンドまで歩いたんです。日本陸軍は歩きでの移動が当たり前で、アメリカ兵はトラックとか車で移動することが多かったので、炎天下を120キロほど歩くことになり、1万人以上が亡くなったといいます。その中にはアメリカ人よりも米軍として戦っていたフィリピン人の方が多かったんですね。そして少し時間が経ってサイパン島が陥落した後、ある戦いが起きます。それがフィリピンの戦いで、これはマッカーサーの個人的感情がかなり大きく影響した戦いだったと言われています。日本側はここで一勝を挙げてから講和をすれば有利になると考えて、50万以上の兵力をフィリピンに送り込んで、マッカーサー軍も1944年10月にレイテ島に上陸しました。でもレイテ沖海戦で日本が連合艦隊をほとんど失った後はもう悲惨そのもので、その後のルソン島の戦いでは補給が断たれたために日本軍は山岳地帯に入り込んで、フィリピンの農民たちから時には命を奪って食料を強奪するようになったわけです。
この戦いは終戦あたりまでもつれ込んで、合計で100万人以上のフィリピン人が命を落としたと推計されています。こうした背景があるので、フィリピンの山岳地帯に日本人が行くのは危険だと言われることもあるそうです。とはいえ、フィリピンはスペインに支配されていた時期が長く、陽気でラテン的な部分もあるので、コラソン・アキノに昭和天皇がこのことを誤った時に、もうそのことは忘れましょうと言ったという話は有名です。次にインドネシアについて見ていきましょう。インドネシアのことを知ることは東南アジアにとって日本の大東亜共栄圏やあの戦争が何だったのかを知る上ですごく大切になると僕は見ています。当時日本軍はインドネシアに眠る石油を目指してオランダ領だったインドネシアに進軍しました。ですがすでにオランダはドイツに降伏していたのでわりかしすんなりとインドネシアの占領を完了してオランダに捕まっていたインドネシアの独立の闘士たち具体的にはスカルノとかハッタという人たちを解放していきました。さらにオランダはインドネシアをかなり抑圧していたので日本軍は解放軍として迎え入れられることとなりました。ただ日本軍はインドネシアを独立させようとはしませんでした。理由は単純で石油があるからです。これについては戦局が悪化してから独立を認めることで人々の心を離反させないようにしたんですが時すでに遅しで日本は敗戦を迎えてしまいました。それと同時にオランダがまた帰ってきてインドネシアを再び植民地支配しようとします。この時におそらく大東亜共栄圏という理想を夢見て政府はダメでも個人的に少しでも叶えようとした日本兵たち1000人以上がインドネシア人と一緒に独立のために戦ったんですね。しかも武器についても本当は連合国軍に渡さないといけないものをなんとかインドネシアに渡そうとしてこんな作戦を思いつきます。 1. まずは武器のありかをインドネシアの人々に教える。 2. 見張りをしないで放っておく。 3. インドネシアの人々がこっそり盗む。 4. おいおいやられちゃったな、盗まれたんだから仕方ないよねってな感じですね。この武器もオランダとの独立戦争にかなり貢献したらしく、今でもインドネシアは比較的日本にいい印象を持っています。があくまで日本政府としてあの戦争を肯定するなんてことはお門違いだし、単に政府の意に背いてまでインドネシアのために戦った日本人がいたということがそのいい印象につながっているだけです。ただ僕もその場にいたら同じように命をかけて独立戦争に参加していたような気がします。わかりませんけどね。あ、これ逆に言えばオランダはかなり日本に悪い印象を抱いているということとも表裏一体なんで、そこは国際社会の難しいところですね。あとインドネシアに関連して最後に今村仁という人を少しだけ紹介しておきます。1942年に今村はわずか4ヶ月で全団員軍を降伏させ、ジャワを占領しました。なんですけど、武力を誇示する入場式も行わず、降伏したオランダ軍将校がサーベルを帯びることを認めます。なんだか野木マレスケとも共通するものを感じますよね。で、政治犯として刑務所にいたスカルノに対しても、日本軍に協力しなくてもいいよ。あんたの政治的信念に従って行動してくれよな、みたいなことを言って、出獄させたんですね。さらに全軍に次のような布告を出しています。非占領民の矜持を奪うようなことは絶対にしてはならない。誇りを失った民族には滅亡しかない。我々は確かに今、ジャワを占領している。しかし、そこに住む人たちの誇りまでも奪うことは断じてやってはならない。こういうのが今村の考え方だったわけです。こうした今村の方針は、現地の人々からは歓迎され、支持されましたが、一方で陸軍中央の布教を買っていきます。陸軍の中には、占領地に武力による威厳を示すべき、と考える者も少なからずいたわけで、今村はこの後ジャワからラバウルというところに移されることになります。そんな今村のラバウルでの生活は3年以上に及ぶんですが、その間、将兵たちを一つにまとめ上げていきます。そんな中で終戦の詔勅が知らされた夜、事件が起こりました。青年将校らが本国が降伏した以上、我々は今村王国を建設して戦うべきだ。武装解除すべきではない。と、決起を図ったんですね。こういうことは終戦時はあちこちで起きていたと思います。で、これに対して、いいじゃん、やったれとはならずに、今村は逆に彼らをなだめるんですね。君たちはラバールに難攻不落の要塞を見事に築き上げた。そんな優秀な人材たちがここで命を失っては、日本の再起はできないじゃないか。ラバールで活躍した君たちのエネルギーを帰国して国の復興にこそ役立ててほしいんだ。そして今村は武装解除後、オーストラリア軍のキャンプに押し込められるんですが、オーストラリア軍に交渉して、復員後の将兵たちの知識となるよう技術や経済の講座を開き学べるようにしました。今村はその後、戦犯として軍法会議にかけられて、オーストラリア軍の裁判で死刑にされかけるんですが、現地の人々の証言もあったおかげで、禁錮10年ということで1949年に巣鴨プリズンに収容されました。しかし部下たちが劣悪な環境のニューギニアのマヌス島刑務所にいることを知ると、翌年自ら望んでマヌス島に移りました。それを聞いた GHQ 司令官のマッカーサーは、日本に来て以来初めて真の武士道に触れた思いだったと語ったらしいです。彼は出所した後も戦死者のことを思って質素な生活を送ったといいます。彼は部下にもジャワの人々にも慕われていたらしく、ジャワの子供たちが大盛り上がりで今村を迎えている有名な写真もあります。歴史は遠くから見ると流れや対極が見えてきますが、近づいて目を凝らしてよく見てみると、常にそこには無数の人間のドラマがあるわけですね。彼の話を聞くとなんだか背筋が伸びる思いがします。次にパラオを見ていきましょう。南洋諸島はたくさんあって、第一次世界大戦をきっかけに日本がドイツの後に統治するようになった場所の一つがパラオです。すべては晴らせないので代表してパラオを紹介します。パラオは1885年からスペインの植民地を経験して、6万人から6000人ほどにまで人口減少してしまいます。
その後にドイツに売却されるんですが、ここでもひどい搾取を受けるわけです。そんな中で1919年のパリ講和会議で統治を日本が引き受けることになるんですが、パラオの人々はまた支配者が変わったのかと悲観的に捉えていました。しかし日本は次々に学校や道路、病院などのインフラ整備を始めて、差別も比較的せずに統治を進めていきます。ということで島民は日本を信頼するようになっていったといいます。パラオにはペリリュー島という島があるんですが、あの戦争の末期になるとパラオにも米軍が押し寄せてきます。でもうこの時の兵力差は10倍以上で、兵器の物量差は600倍以上だったようで、もう圧倒的絶望の状況だったんですよ。そんな中で島民たちは、自分たちも戦わせてくださいと日本軍にお願いするんですが、日本軍は、帝国軍人が貴様ら土人と一緒になんて戦えるかと怒鳴ったと言います。こうしてパラオの人たちは日本人と一緒にご飯を食べたことや、肩を組んで一緒に歌を歌ったことは嘘だったのかとショックを受けます。こうして島民たちは避難船に乗り込むんですが、お見送りすらなかったんです。とうとう日本人を憎らしいとすら思ったかもしれません。でもこの船が島を離れると、日本兵が砂浜にどこからともなく現れて、死を覚悟したような、でも満面の笑みで手を振って、達者で暮らせよーとか言いながら一緒に歌った歌を歌って送り出したんですね。まあ、さてそんなことがあって、いよいよ日本兵は米軍との戦いに挑むことになります。米軍は当初、まあせいぜい3日あれば制圧できるだろうと高をくくっていたそうですが、結果的には73日間も持ちこたえ、最終的には中川大佐と村井少将らが自決し、桜桜という玉砕の伝聞を送ってとうとう敗北したわけです。まあ、さてそんなパラオですが、至るところに日本語の影響が残っていて、七バンドはブラジャー、大丈夫は大丈夫、ごめんはごめん、天皇陛下は天皇陛下、苦しいは苦しい、他にも国王とか忠王みたいな日本人風の名前を持つ人もたくさんいます。こんなパラオがアメリカの委任統治から独立したのは1994年の10月1日です。ということで最後に7、9代大統領トミー・レメンゲサウさんの言葉を紹介します。日本は第二次世界大戦から今日に至るまでの年月で敗戦から見事に立ち上がり、それどころか産業、経済、文化などの様々な分野において世界のリーダーとして活躍されています。そんな日本の皆様のバイタリティが実は私たちの国パラオを作ったという事実をご存知でしょうか。終戦までの日本は数万人に及ぶ日本人入植者を送り込み、南洋町を作り、私たちパラオ人のために様々な教育や産業を伝えました。それは後にパラオ独立のための貴重な原動力となりました。そして現在でもパラオの長老たちは日本のことを内地と呼び、世界で最も親日感情が高い国と言っても過言ではないのです。次にトルコと日本の関係についても知っておきたいことをお話ししておきます。トルコと日本は現在でも親密な友好国として知られていますが、そのきっかけとなった事件を知ってますか？それはエルトゥールル号事件というもので、トルコでも日本でも語り継がれています。簡単な内容はこんな感じです。1887年に小松の宮明仁親王と明仁親王妃の両殿下がヨーロッパ視察の帰りにオスマン帝国のイスタンブールに訪問されて、アブドゥルハミド2世に謁見しました。この時の歓迎に感謝して、後ほど明治天皇がアブドゥルハミド2世に親書と漆器を送られたんですが、1889年にトルコ側からもエルトゥールル号という艦隊に乗って特派使節が日本に派遣されることになりました。このエルトゥールル号は無事に日本に到着して、トルコの使節団は明治天皇への謁見などを済ませて、3ヶ月ほど日本に滞在して帰国の途につきました。ですがここで和歌山県付近に台風の影響を受けて座礁、沈没してしまったんです。すると現在の串本町にあたる村の人々が中心となって生存者の保護と遺体の収容と供養などのために一同が必死になって対応に当たったんですね。こうしてなんとか救出された69名は明治天皇の名の下で丁重にトルコに送り届けることに成功しました。でもこの事件は600名以上の犠牲者を出してしまい、日本国内でも大きく報道されて様々な人からの義援金が集まりました。こうした日本側の対応がトルコの人々の心を打ち、日本とトルコの友好の原点となる出来事と考えられています。この話には続きがあります。まずは1904年の日露戦争です。当時のオスマン帝国は南下してくるロシアに対して危機感を持つとともに、ロシアに翻弄されていました。それどころか世界中の有色人種の人々は白人国家に支配されて苦しいけれど、それは仕方がないのだという考え方が支配的でした。そんな中でアジアから驚異的な近代化を果たして、ロシアを破ってしまった国が現れたわけです。もちろんそれが日本ですが、このことはトルコにも大きな影響と希望を与えたと思われます。まあそんな感じでいろいろなことがあるわけですが、少し先の話を先取りして有名なエピソードを紹介します。それは1985年のことでした。イラン・イラク戦争が続いていた1985年3月17日、イラクのサダム・フセイン大統領が今から48時間後にイランの上空を飛ぶ飛行機を無差別に攻撃するという声明を発表しました。当時イランに住んでいた日本人は慌てて首都テヘランの空港に向かい出国を試みましたが、どの飛行機も満席で同乗することができませんでした。世界各国は自国民を救出するために救援機を出しましたが、日本からの救援機の派遣は航行の安全が確保できないとの理由から見送られて、空港にいた日本人は途方に暮れていたんですね。そんな時救いの手を差し伸べてくれたのがトルコ共和国でした。トルコから駆けつけた救援機2機により、日本人215名全員がイランを脱出することに成功したわけです。
タイムリミットのわずか1時間前のことでした。当時テヘランには当然多くのトルコ人も在住していましたが、航空機を優先的に日本人に提供して彼らは陸路で避難をしたそうです。なぜトルコの航空機が来てくれたのか、日本政府もマスコミも分からずにいたらしいんですが、後に駐日トルコ大使のネジアティ・ウトカン氏は当時次のように語りました。エルトゥールル号の事件に際して日本人が成してくださった献身的な救助活動を今もトルコの人たちは忘れていません。私も小学生の頃、歴史の教科書で学びました。トルコでは子供たちでさえエルトゥールル号のことを知っています。今の日本人が知らないだけです。それでテヘランで困っている日本人を助けようとトルコの航空機が飛んだのです。僕は小学生くらいの時にトルコによく旅行に行っていた親戚からこの話を聞いたことがあって、うっすらと知ってはいたんですが、歴史を大切にして生きることの尊さを教えてくれる話だと僕は考えてます。日本の皆さんはぜひトルコに遊びに行ってみてください。では次に台湾の話に移りましょう。台湾はもともとはいくつかの部族が暮らしていたと考えられていて、9世紀あたりから漢字の移民もちょくちょく入ってくるようになったと推定されています。1620年代には元始生らの海賊グループが台湾も活動拠点の一つにしていますが、1624年には北部の沿岸部にスペインが、1626年には南部の沿岸部にオランダが進出してきます。で、1642年にはオランダが台湾全域に力を伸ばすんですが、ここで現れるのがかの有名な丁成功です。彼のお父さんの丁子龍はゴリゴリの海賊なんですが、丁成功は今にも滅びそうな明王朝の皇帝から朱という姓を賜っていたので国仙爺なんて呼ばれるわけです。で、彼は最終的に明王朝が滅びて新王朝ができてからも明王朝への忠誠を貫いて抵抗することを決めます。この辺がお金や官職を与えられたらすぐなびいてしまう合理主義者の父との違いで、あくまでも忠誠を誓った主君に命を捧げる男なんですね。しかも丁成功のお母さんは日本人だから、江戸時代には国仙爺合戦という人形浄瑠璃が流行るし、漢人を中心とする中華人民共和国でも英雄として扱われているし、台湾でもすごいと考えられているんですね。で、丁成功はとうとう台湾からオランダを追い出して新王朝に対抗する拠点として台湾を統治することを決めます。でも丁氏政権は長くは続かず、1683年に新王朝の後期帝によって台湾は征服されてしまうんです。この清による支配はわりかしお粗末で、1874年に日本の明治新政府が台湾出兵した時に、ここは汚れの地だと言ったのも、支配がおろそかになっていたのに加えて山岳地帯には手がつけられない部族がいたからだと言われています。1884年に新仏戦争が起きると、清は台湾省を作るんですが、1894年に始まる日清戦争で負けると、1895年の下関条約で台湾は日本の領土となります。今でもこの下関に足を運ぶ台湾の方は少なくないそうです。で、あえて植民地という言葉ではなく領土という言葉を使ったのには理由があって、当時から植民地にするかそれとも内地として扱うかには日本の中で議論があったからなんです。なぜかというと、簡単に言えば明治憲法を適用するかどうかが分かれるからですね。植民地なら憲法なんて当てはめないわけです。これは結構長い間論争になっていくんですが、清が台湾民主国ってのを作って台湾割譲に抵抗したりと治安も悪かったんで、とりあえず武漢総督制で軍人による統治が行われるようになりました。台湾総督は1代目が樺山助則、2代目が桂太郎、3代目が乃木希典でしたが、彼らは在任期間が短かったんで明確な方針を打ち出すことはなかったわけです。そんな台湾経営の方針が本格的に決まったのは、4代目総督の児玉源太郎の時でした。乃木の親友の児玉源太郎です。児玉は後藤新平を登用して統治を進めていくんですが、後藤は独自の生物学的経営という理論に基づいて台湾経営の方向性を固めていくわけです。この生物学的経営というのは、簡単に言うと、魚には水槽が必要だよね、猿には木が必要だよね、これと同じように人間だって地理的条件とか気候とかに合わせていろんな習慣とか常識があるんだから、無理やり全く別の論理を持ち込んじゃいけないよっていう考え方です。要するに台湾に固有の文化とか習慣を重視して政策を実施したんですね。で、8代目の伝健次郎の時代からは軍人ではなく文官が統治する時代となり、徐々に植民地的な雰囲気が消えて、あの戦争に突入すると徐々に内地として扱われるようになっていきます。ちなみに1940年以降の17代から19代までは再び軍人総督が登場することになります。じゃあこの日本の統治が何をまず行ったかという話なんですが、まずは台湾民主国を何とかすること、そして風土病を何とかすることでした。台湾民主国は組織として未熟だったのでわりかしすぐに鎮圧したんですが、結果的に1万4000人ほどが命を落とし、抗日運動もたびたび起こっては激しく鎮圧されました。またマラリアをはじめとする風土病は何としても根絶しなければならないものでした。ってことで、台湾の疫病の根源である上下水道を整備するのに貢献したのがイギリス人のバルトンと、そのマラ弟子の日本人浜野八代だったんですね。この2人を中心とする人力によって原住民に襲われることもなく、156万人に水道水を提供できるほどのインフラを整えたんです。次にやるべきことは医療衛生でした。日本が台湾出兵をした時とか、台湾を制圧した時には日本軍にも死者が出たんですが、その多くは病気によるものでした。ってことで大日本台湾病院、台北病院なんかが作っていたわけですね。ちなみに当時の中国ら辺で大流行していたアヘンですが、台湾ではアヘンを根絶するために少しずつ対策を行った結果、1900年には16万人ほどいた吸引者が1946年頃にはほぼ0人になっていました。
ちなみに中国大陸では1930年頃に吸引者が3000万人ほどだったそうです。さて、台湾の近代化に欠かせない話として鉄道の話もしておきましょう。台湾に最初に鉄道ができたのは1887年で、イギリスとドイツの協力を得ながら清が鉄道を作っていたんですね。でもこれは途中で投げ出されてしまってました。そこで日本はこの残骸をすべて撤去するところから始めて、大量の資材を日本から購入しながら、実に9年もの年月と3000万円以上かけて1908年に鉄道を開通しました。この鉄道は今でも走り続けているようです。他にも力を入れていったのが教育でした。最初は就学率はおろか、そもそも教育ということに無関心な原住民がほとんどだったんですが、いろんな日本人の努力で少しずつ学校が作られるようになり、1928年には台北帝国大学が設立されました。そんなこともあって1944年には台湾人の初等学校の就学率は 71% を超えて、原住民だけで見たら 80% を上回ってたんですね。で、明治維新の影響で当時の東アジア世界では欧米の学問を十分に学ぶには日本語が欠かせない手段となってたので、台湾で教育が普及して日本語がどんどん第二言語のように話されるようになったことは台湾の近代化の礎になったわけです。で、まあそんな中で1930年に起きた事件として武者事件というのがあります。台湾当時の初期はかなり厳しい警察体制で治安を維持しつつ、途中からはちょっとずつ融和的に抗日勢力に対応して抗日勢力を瓦解させていったんですが、少し落ち着いたと思われていた1930年にモーナルダオという人が原住民を率いて運動会を見に来ていた日本人など134名を殺害したんですね。これで武者の原住民は多数が軍隊と警察によって命を奪われたんですが、比較的うまく統治できていると思っていた総督府に衝撃を与えました。で、台湾の開発ですが、もう2つくらい紹介します。1つは八田余一による八田ダムと呼ばれるダムの建設です。これはもう奇跡とも言えるくらいのもので、これによって大規模な灌漑ができるようになって世界を驚かせました。後に中国国民党がやってきて台湾中を荒らした時も、台湾人は八田余一の銅像だけは守ったと言います。あともう一つが蓬莱米の発明です。磯英吉って人とか末永恵って人なんかが中心となって数十年間開発を続けてようやく完成したお米です。末永さんなんかは米の改良に人生を捧げた人として知られています。そんな台湾は日本にお米をどんどん輸出して、日本の国葬という感じの立場になっていきました。これ以降、日本が敗戦すると国共内戦に負けた国民党が台湾に戻ってきて、徹底的な反日教育を行いながら台湾人を抑圧していきます。国民党は当然いずれ中国共産党を破って中国を統一したいと考えているわけですが、その一方で徐々に台湾人というアイデンティティも生まれていきます。そんな交差点にいた台湾のリーダーが李登輝という人物でしょう。彼の日本名が岩里正夫で、台湾民主化の父とも評されているとともにすごく親日家だった人です。2022年時点の台湾総統は民主進歩党の蔡英文総統です。と、まあ台湾の話はこの辺りでやめておきましょう。この台湾統治を語るときに朝鮮統治と比較していくと、日本がいかにして近隣諸国や歴史と向き合うべきかのヒントが得られると思います。ということで、日韓併合とは何だったのかという話をちょこっとだけしていきましょう。まず細かい意見は抜きにしてざっくりとまとめると、台湾統治は比較的良かったと評されるのが多いのに対して、朝鮮統治は極悪非道だった、非合法だったなどと語られることが多いです。じゃあ日本がやったことは台湾とはそんなに違うのかというと、僕が調べた限りはそこまで大差はありません。反抗されたら鎮圧するけど、ある程度同じ日本人として接しながらインフラを整えていったみたいに表現できると思います。でも歴史的に考えれば、台湾人の台湾統治への評価と朝鮮人の朝鮮統治への評価が全く異なるものになるのは当たり前です。まず大前提として、台湾はずっと他国に支配されてきたので、支配自体に激しい抵抗があるかというと、しっかりした国があった朝鮮ほどではないんです。一方で朝鮮はしっかりした国がずっとあったどころか、中華思想を持っていました。中華思想とは簡単に言ってしまえば、世界の中心である中国に近ければ近いほど文明的で優秀で、中心から離れれば離れるほど野蛮で無知で下位の存在であるという思想です。その秩序を維持するための秀逸な仕組みが朝貢ってやつで、中国の進化たる作法国は中国に服従してちょろっと手土産を持っていけば何倍もの皇帝からのお返しがもらえて、その国の支配を正当化できるというものでした。ある意味東アジアの平和を守るのに貢献した思想とも言えます。これに反発して独立しつつ天皇という存在を作り出して皇帝と対等になろうとしたのが日本、中国に従って生きることを選んだのが朝鮮だったわけです。とすると、朝鮮にとっては日本はよく言えば弟、悪く言えば中国様の良さが分かっていない野蛮国みたいな感じになるわけです。で、何やら明治維新とかいうもので欧米のやり方を猿真似してなんかやってるとアホだなみたいに思ってたのがかつての朝鮮だったんですね。それじゃダメだって考えた人もちょっとはいて、それが金玉金だったりしたんですけど、彼は国内でむごい殺され方をして晒し上げられてしまいました。そんな日本に併合されるというのは、そりゃ台湾統治と同じように考えられるわけはありません。要するに統治への感情が根本的なレベルで全く違うんです。例えば日本側の言い分として、西洋列強の植民地は搾取をして現地人を見下して統治したのに対して、日本は日本と朝鮮をできる限り対等に扱ったし、議員になった朝鮮人もたくさんいたみたいなものがあります。しかし朝鮮の人たちは主流な感情から言えば、対等というのはすなわち侮辱なんです。だから日本が近代化や発展に貢献したのだからいいだろうとか、対等に扱ったのだからむしろ良かっただろうとかいうのはそもそも成立しないんだとも言えます。
もちろん朝鮮は時代主義が根強い国なんで、おおむね当時の朝鮮人は抗日運動をしていた人もいたし、必死に日本人になろうとして努力した人もいました。それこそ後の大統領パク・チョンヒなんかは23歳の時に、ぜひ国軍にご採用くださいませんでしょうか。日本人として恥ずるだけの精神と気概を持って一死ご奉公の固い決心でございます。という決勝を提出して満州国軍軍官学校に年齢基準が足りていないのに申し込もうとしてました。まあ、こういう人々もおそらくたくさんいたわけです。じゃあ日韓併合はどのように評されることが多いのかというと、僕の調べた限りでは大きく分けて、日韓併合は合法的で朝鮮の発展に貢献したというものか、日韓併合はひどくて非合法のものだったというものです。でも前者の場合は日本の民族主義史観の影響を受けているし、後者の場合は朝鮮の民族主義史観の影響を受けていると言えます。まあこういった一見正反対に思える主張ですが、日韓併合時代に起きた様々な事件のうち、どれに焦点を当てるかで解釈はいかんようにも変えることができるのかもしれません。さらにはこういった歴史観には現実の政治や国力も少なからず影響しています。例えば戦時中に日本側について中国大陸で戦っていた朝鮮人が中国人捕虜に対して罵詈雑言で罵り暴行を加えたということがありました。この話は要するに朝鮮人には弱い相手には遠慮なく行くという考え方があることを示しているわけです。こうしたことを鑑みると戦後ますます経済力が落ちぶれている日本に対する風当たりが弱まることはないだろうということも言えます。いずれにしても日韓併合とは何だったのかの議論をやめてしまうことが一番危険なことだと僕は考えています。ここでは内容の詳細には触れる時間がありませんが、日本人でも朝鮮人でもない客観的な検証も増えてきているんで、まあ、そういう動きも増えればいいなと思います。ということで戦後に行く前に次は北海道と琉球沖縄を少し見ておきましょう。